か書いてあるのかな。書いてあればご近所さんの名前がわかるけど、個人情報保護的な理由で書いてないかな。さーて、君の部屋番号の郵便受けは。知り合いっぽいし、てかこの文明からすると今日あのお店に一輝もいるんだ。ねえ、これからお店に行ってみる？多分一輝に会えると思う。会えば何か思い出しそうじゃない？って、ああ、行くとしたらあの恐怖の郵便受けの前を通らなきゃいけないんだ。一番わけわかんなくて怖いのは君だよね。大丈夫？出かけるのはちょっと落ち着いたらにしようか。30分かけて覚悟を決めました。郵便受けをきれいにしてからお店に行こう。やだよね。やだけど、でもあのままにしとけないもん。はぁ、憂鬱だね。はぁ、じゃあ行こうか。あれ、お前なんだ、どこか出かけるとこ？様子見に来たんだけど。あ、トーマだ。今日も来てくれたんだね。一輝さんと？なんで？別にいいけど、あの人忙しいんじゃないの？女の子に囲まれて。女の子に囲まれて？何すってか、今一瞬だけトーマのテンション下がらなかった？まあいいや、そんなら店までつけようよ。行こう。って、あ、郵便受けあのままだった。トーマ気づいたかな。変な心配させるのもあれだよね。微妙な空気になりそうだな。信じられない。跡形もなくなってた。あんなにひどかったのに、卵が流れ落ちて床にこぼれてたのに。もしかして管理人さんが気づいて片付けてくれたのかな。ん？どうかした？まあいいか。思い出したくもないいたずらだし。ああ、電車来ちゃったか。タイミング悪いな。まあ急ぐわけじゃないし、のんびり行こう。え？あ、大丈夫か？危なかった。引かれるところだった。今誰かに押されたよな。びっくりした。大丈夫？誰だ？お前ここで待って。いや違う、お前を一人にしてみない。とにかく一旦帰ろう。ダメとは言わせないよ。
昨日の植木橋といい、さっきの踏切といい、いくらなんでもおかしいと思う。これ、ほっとける状況じゃないよ。最近、何か変わったこととかない？あったら教えて。どんな些細なことでもいいから。一番大きく変わったことは、僕と同化したことだけど、あるとしたら、昨日の不審な男だけど、トーマに話した方が、うん、言っておいた方がいいよね。君も言いづらいと思うけど。殺害予告？殺害予告っていうか、死亡予告。そんなことがあったなら、もっとちゃんと警戒できたのに。なんで黙ってたんだよ、バカ。その男も今回の件に絡んでるとしたら、シャレにならないな。殺意とそれを実行に移す意思があるってことじゃないか。かといって警察に行っても、こんなことじゃ動いてくれないし、実害が出るまではせいぜいパトロールするくらいだろうね。あのさ、何泊か泊まれる支度して。今すぐ。これからしばらく俺の家に寝泊まりしてもらうから。ここにカバン置きよ。適当にくつろいでていいから。超強引に連れてこられちゃったね。ここってトーマの家？ご家族は？それで泊まりって微妙に危険な状況。いや、君たちは恋人同士だけど、そういう仲の。ここに来るの初めてだったよな。実家にはしょっちゅう来てたけどさ。シンはたまに来てるんだ。勝手にだべってるよ、あいつ。無理やり連れてきて。昨日の今日であんなことあったから、さすがに心配でさ。お前の意見も聞かず悪かったよ。そういうわけだから、自分家だと思って。まあ無理かもしんないけど、次にダラダラしててよ。俺はちょっとパソコンいじってるからさ。その辺の本とかゲームは勝手に漁っていいからな。ああ仕方ないね。これじゃ何もでき、なんか暇つぶしがあればいいのに。あ、これアルバム？これって、あ、見て見て、ちびっこいトーマだ。横にいるのってもしかして君？わあ、かわいい。でもってこの子は死んだよね。泣いてる泣いてるよ。足元にアイス落ちてる。ああ、こっちは君が泣いてるね。どうしたんだろう。いい子だね。今、直してやるから、待ってろ。大丈夫だよ。泣かないで。ね。いい加減起きろよ。何時間寝るつもり？俺だからいいけど、他の男の家でこんなに爆睡したら何されても知らないよ。お、やっと目を開けたな。おはよう、気分はどう？たく、お前さ、昨日からずっと連続13時間も寝てたんだぞ。それも着替えもせずに。眠気覚ましに何か飲む？ミネラルウォーターあるよ。
目覚めた？君は昨日壊れたおもちゃの記憶を取り戻したらそのまま眠り込んじゃったんだよ。トーマも何度か起こそうとしたんだけど、君がすごく幸せそうな顔で寝てたからできなかったみたい。そんでトーマは君をベッドに運んで自分は床で寝てたんだ。いかがわしい真似はしてないから安心して。あ、でも少しだけ触ってたよ。触ったって言っても頭にだけど、君の頭を撫でてたんだ。なんかね、すごく愛おしげだった。ほら、いいさ。バスルーム向こうだから顔を洗うならあっちでね。着替えとかもそっちでやって。お前が入ってる時は立ち入らないようにするから。さて、朝飯何にしようかな。お前ご飯派なんだよな。パンは嫌だ。じっと見てどうした？バレてたか。お前の寝顔を見てたら子供の頃を思い出してついね。妹扱いすんなってまた怒る？またってことは君は前にも妹扱いされて。お、まあ君たちの関係見てればなんとなく想像つくけどね。よくそれで恋人。言いたいことがあれば後で聞くから、とにかく飯にしよう。米冷凍のがあったような。冷凍のでもいいよな。昨日は急に記憶を取り戻してびっくりしたよ。でも考えたら昔の写真ってのはすごく有効だよね。トーマがこの辺好きにしていいって言ってたからさ、後でアルバムを探させてもらおうよ。あれ、もうこんな時間か。時間経つの早いな。あのさ、俺ちょっと買い物行ってくるからここで待っててよ。腹減ったら適当に冷蔵庫の中身漁って。俺の隠し食料を奪うの慣れてるだろお前。そんなことに慣れてるってどういうこと？子供の頃の話だよね。じゃあ行ってくるよ。プライベートエリアはさすがに踏み込めないしな。じゃあまずはアルバムさん、カモン。なかった。考えてみればそうだよね。一人暮らしするのにアルバムなんて持ってこないよね。昨日の一冊があっただけでも奇跡か。なんかいきなりやることなくなっちゃったね。トーマが帰ってくるまで勝手に外出するわけにもいかないし。仕方ない。なんかゲームでもやろうか。ゲームソフトは、おお、いろんなゲームがあるね。あ、これなんかどう？デスティニーキングダム。格闘ゲームみたいだね。君、格ゲーってやったことある？まあ、とりあえずやってみよっか。うわ、何この大将、強すぎるって。つうか、初期キャラの王子が使えなさすぎ。いや、でも即位して、新聞記者出てきた。なんだよ、この説教インフィニティって。は、今何時？嘘、もう夕方？何時間格闘ゲームに没頭してたの？トーマが帰ってくるまでって思ってたのに。トーマは何やってんだよ、もう。ごめん、遅くなった。あ、帰ってきた。いろいろ用事ができちゃってさ、ほんとごめん。怒ってるよな。悪かった、反省してる。お詫びに今夜お前の好きな唐揚げ丼作るから許して。あと風呂から出た後用にプリン買っといたよ。凍らせて食べるんだよなお前。風呂から出た後ってことはトーマはまだ君を家に帰す気はないみたいだね。
この状況は微妙だけど、今一人になるのも不安だよね。あんなことがあったしさ。ここで取り戻した記憶もあるし、何日かはこのままでもいいかな。どう？ああ、そうだね。お前もここの鍵必要だよな。でも合鍵はうちの親が持ってんだよな。明日どっかで作ってくるから、それまで待っててよ。ついでにお前の家の様子も見てくるから、鍵借りとく。部屋漁ったりはしないから。あ、お風呂出た？うん、疲れも取れたみたいだね。おいおい、なんだそのパジャマ。色気のかけらもないな。お前でも湯上がりなら多少はいい感じになるかと思ったのに、期待して損した。じゃあ俺もシャワー浴びるか。眠かったらベッドで寝てろよ。俺は昨日と同じでいいから。昨日と同じってトーマまた床で寝る気なんだね。一緒に？俺とお前が同じベッドで？何言ってんの。別に嫌じゃないよ。そりゃ全然嫌じゃないけど。それ他のやつに言うんじゃないよ。誘われたって思うから。ベッド入ってから違うっつっても遅いよ。完全に合意発言だぞ今の。そうですね、僕もそう思いました。俺はそんなことないけど。てか本気で誘われてもお前に手なんか出さないよ。お前相手にそんな気にはなれないしね。え？今のビジョン何？とにかく一緒のベッドはなし。こんなでっかくなってからそういう甘え方は良くないからな。ねえ君、今のって何だったの？何かの記憶の断片？でもあれだけじゃ一体何の記憶なのか分かんないや。どこかの建物とトーマ、他にも誰かいたかな。はっきり見えなかったけど。だけどさ、トーマといることは間違いじゃないみたいだね。ほら、こうして記憶に刺激があったし。さすが彼氏って感じ？でもさ、トーマって君を異性として見てない発言多すぎない？今さらそんな気にならないとかさ。だったらなんで付き合ってるんだよって言いたくなるよ。あ、もしかしてシンからのメールにあったトーマに会いたくない発言ってこれが原因？トーマの態度のせいで喧嘩でもしてたのかな。起きた？トーマはもうどこかに出かけちゃったよ。あのね、トーマがね、出かけに君の頭を撫でてったよ。名残惜しそうに君を見てた。トーマ、君のこと好きなんだな。心配性すぎるとこもあるけど、基本的にいいやつだよね。さて、起きたら着替えて今日の行動を決めよう。間にトーマが帰ってくるかと思ったけど来なかったな。どうしようか。今日はいい加減外に出たいけど、昨日みたいに遅くなるのかな。あのさ、ここ来る時に通った坂道覚えてる？このマンションのすぐ前の道。あれってさ、一番最初に君が取り戻した記憶の中の道じゃない？だとしたら、もう一回あの場所に行けば何かまた思い出すかもしれないって思ったんだ。どうしようか。トーマがすぐ戻るとは限らないし、あの坂道目の前だから行っちゃおうか。トーマには悪いけど、ちょっとだけだから鍵開けたまま行こう。で、急いで戻ろうね。
りこの坂だよね。確かあの記憶の断片だと、君はここを迷いながら歩いてて、トーマに見つけてもらってたんだ。あれ何歳くらいかな？幼稚園とかそのくらい？君は…え？で、出た！殺人予告！どうしよう？逃げる？戦う？呪文を…この間はごめん。変なこと言ったよね。謝るよ。それで、その、少し話ができないかな。話？いやいや必要ありません。これ以上妙なトラブルに会いたくないもん。行こう、トーマの部屋に帰ろ。聞いた方がいいと思うけどな、花。え？聞いた方がいいと思うけどな、お前の恋人の。お前のそばにいる男、あれ、お前の恋人じゃねえよ。お前が今一緒にいる男は、お前の恋人じゃない。ああ、嘘じゃねえ。嘘をついてるのは俺以外の誰かだ。どう？信じるか？まあ、どっちに転んだところで、結果に影響はねえけど。どの道お前は奴に殺される。行こう、はい。あれ？起きてたのか。お前が起きるまでに戻ってこようと思ったのに、失敗しちゃったな。いきなり誰もいなくて、びっくりしたろ。メモでも置いとけばよかったな。お前ん家の様子を見てきたんだけど、特に変わったことはなかった。そんでほら、合鍵、作ってきたから、お前のカバンの上置いとく。なくすなよ。はぁ、あ。トーマが帰ってきてくれて安心したよ。さっき怖かったね。ねえ君、あの男のことどう思う？トーマが君の恋人じゃないって話、どういうことだろう？え、ちょ、何か思い当たることでもあるの？僕も不安になるじゃない。まあ、トーマは君を異性として扱ってない節があるから、本当に彼氏なのって思うこともあるけど。でも、トーマは信用できる気がしてるんだけどな。そうだ。お前昨日そこの格ゲーやってたよな。2があるけど、やる？え？本当？デスティニーキングダム2。略して DK2。2は精霊も使えるよ。やるなら出しとくけど。やったね。早速やろうよ。起きた？おはよう。この部屋で目を覚ますのも3度目だね。でさ、あれ見て、トーマまだ床の上で寝てるんだけど、毛布がずれちゃって寒いみたい。さっきからくしゃみしてるんだ。うん、毛布かけ直してあげた方がいいよね。何？一人でこれでいい？お前は一人がダメだから。このタイミングで？先生、泣いてる。あらあら、どうしたの？お昼寝の時間よ。あのね、キリン組のお兄ちゃんのとこ行きたいんだって。キリン組？
あ、どうも。でも、キリン組さんもお昼寝よ。先生とじゃダメ？ダメ、困ったな。先生。あら、トーマくん、どうしたの？この子が泣いてるのが聞こえたから。あら、優しいお兄ちゃんね。トーマお兄ちゃん来てくれた。よかったね。ほら、おいで。眠れないの？僕が手をつないでてあげるから、そしたら眠れる。先生、僕のお布団をウサギ組に持ってきていい？え？じゃあ今日だけよ。うん、わかった。明日はちゃんと一人で寝ようね。おいで、僕が一緒に寝てあげるから。もう寒い。なんか、え、ちょ、ああ、ごめん、寝ぼけた。やけにでっ、てか、お前も嫌がりなさいよ。素直に抱かれてることもなかろうに。ああ、くそ、昔の夢見てたのが原因か。あったかいな、お前。昔はあんなに小さかったのに、こんなに大きくなっちまって、これじゃあ親父の感想か。離れて。ああ、うん、ごめん、この間の言葉ちょっと訂正。さすがにこの状況では全くその気になんないってのはないね。お前育ちすぎだよ。一丁前の女になっちまったな。ちょっと出かけてくる。お前んちの様子見てくるよ。俺が戻るまでにちゃんと服に着替えといて。パジャマ一枚じゃいろいろやばいから。だってさ。なんだよトーマ、そんな気にならないとか今更とか言ってたくせに、ちゃんと意識してるんじゃん。あ、でも今の状況的に危険倍増しちゃった。家の中も外も安心できない感じ。困ったね。君としてはどうなの？そうだね。やっと女の子扱いしてもらえたんだもんね。ったく、トーマも正直じゃないね。まあ、何にしても、トーマの近くにいるのは間違いじゃないよね。少しずつだけど、いろんな記憶が蘇ってきてるしさ。だけど不思議だな。子供の頃の記憶はしょっちゅう戻るのに、恋人になってからのはないんだね。そっちを思い出せたら劇的な回復がありそうなのにな。ただいま。一人にして悪いね。なんか飯食った？まだ？もしかして、俺待ってた？冷蔵庫の中身は好きにしていいから。つっても、もうあんまりないか。今日はいいとして、明日あたり一緒に買い出し行こう。お前もたまには外に出ないとな。先にコーヒーでも入れようかな。まあ、そうそう。お前の家見てきたけど、特に変わったことなかったよ。そんだけ。麦茶、あや。君の家の様子を見てきてくれたんだね。ほっとくわけにはいかないもんね。でも、毎日行く必要もないのにな。大変だろうに。あれ、それに、君の家に行くだけにしては、ずいぶん時間かかってるよね。寄り道でもしてきたのかな。夜です。ということで、もう寝る時間だけど。お前、先寝てていいよ。俺、ちょっとやることがあるから。だそうなんで、もう寝ちゃおうか。それじゃ、おやすみなさい。で、いいよね。ほほう、君もあのゲームにハマったね。あと少しで完全クリアだもんね。
待ってるんだね。わかった、付き合うよ。司教のラブパワーゲット。味方につくと頼り。うわ、嘘、ラスボス精霊じゃなかった。ほら、お前ね、何やってるの。とっとと寝なさい。怒られ。もしかして俺を待ってた？ダメだよ、今日はちょっと遅くなるから。つうか別にもともと一緒には寝てないでしょうが、お前が来てからずっと寝る時間はバラバラだし。とはいえ俺を待ってるっていうお前の気持ちは嬉しいけどね。とにかく今日は時間ないから、また明日な。明日もこの家にいるだろ。いるだろって、そういえばいつまでここにいるんだろうね。そういうわけだから今夜は諦めてくれ。おやすみ。いいことな。だってさ、仕方ない、先に寝ようか。明日はそろそろ出歩いてみたいけど、どうなるかな。静かに起きて。